はい、どうもパチオです。今日もやっていきましょうかね。大富豪ってね、なんかね、ガチャをね久しぶりにやってみようかなと思って、2万5000コインがあるんで、まあ10連ガチャ、5回ぐらいやっていこうかなと思います。まず最初にまあとりあえずいきましょうかね。まあ一応上村ちゃん推しっていうことで S をずっと回すことになるんだけど、全体的なメンバーの好き嫌いでいきゃ K2 とか E の方が好きなんだけどね。まあいっかっていう感じで、まとめてめくる、どうだ、ちかこさんが2枚 UR か、すごいじゃん。上村ちゃんの SR 使い道あるのかな。あとは、よし、2回目、使い道があるカードがありゃいいけどな。まとめてめくる、のじのじか。おお、上村ちゃんのノーマル、あらやだ、かわいい。3枚目、3回目いこうか。ダイヤのかけらって何に使うんだ。よっしゃ、お、なんか、UR が2個揃った。杉山さんか。上村ちゃんのが欲しかったな。まあでも UR がいいな。4回目よっしゃ、行ってみよう。おお、外れか。はいはいはい、おお、全般的に推しが可愛いのはありがたいね。よし、最後、よいしょ。おう、なかなかうまいこといかんか。まあまたいつかたまる日まで待ちましょうかね。でデッキお任せ設定でいいのかな。変えるのは？これに変えてみようか。いいね、かわいいね、相変わらず。よし、とりあえず頑張ってみましょう。ああ、そうそう、みんなあれやってんのかな、ファッションフォーユーのイベント。今ワイルドカードね、16位惜しかったんだよね、上村ちゃん。でね、僕ね全くあっちで役に立てないんでね、ほんと申し訳ないんだけど、うわ、これはきついな。ほんとどうすりゃいいんだっていうような弱さ。
まあのじのじよりは強いですよぐらいなそのぐらいのあれなんで、ちょっと音がでかい、音下げよう。あーどうしよう、これは2狙いだろう。まあ、うん、あもうここで出してくるか、あれか、革命がありそうなだね。いや、辛いな。もっとね10、11とか出してからにしたかったな。はい、もうこれで上がるな。3が2枚出てる状況か。ああ10出したかったな。ああくそ12って出してくれりゃいいのに。3あと、4が最強になってくれりゃありがたいけど、3あと2枚あるだろう。なんだ、ああ3出すんだ単独で。間違えた。おお革命返し、そこから革命返し、いやありがたいけど。上がれるんだ。8出して、はい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 、ああなるほどなるほど、はい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 。あらら、そこで頭取りに行くんだ。どうしよう。しゃあないな、うまいこと回られた。いいよな、リスマシカードはいっぱいあるよ。あよかったね、4から出さなくてよかった。よし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 、まああれで4から出すっていうのはねちょっと暴挙だとは思ったけど、あいいね、10コインか10コインか、はいはいはい、いいよ、どんどんなりすましてくよ。おっしゃ、微妙な、はいはい、あまあでも革命もあるし階段もあるし、初手、まあいいや、3456、
それ俺がジョーカー2枚持ってるから、そんなあれだよな、多分大富豪さんやばいはずだよな。革命返しができるかできないか知らないけど、これ82枚革命とかね、返すけどね。ああ、これどっかで返してやろうかなと思うんだけど、よしよし、はいはいはい、あら嘘、おーびっくりした、だいいけるだろこれで。おっしゃー、よし、あー、まあちょっと短いね動画的に。よしよしよし、いいねいいね、久しぶりだね、なんか大富豪になれることもなんか久しぶりな気がするし、一応あれかな、 CM 見てラストにしようかな次は。お宝箱、よしよし、宝箱、おう、はいはい、あーなんかたまにこれ出るよね、あこれなんかやれってやれって、あーあー、なんかやれと言われましてもって感じだけど、さあ CM 終わったしなんて興味の湧かないゲームなんだろう。おっしゃラストや、みんなファッションフォーユーを一生懸命やってるんだろうな。もう僕はもうあの本当ちょこっとしかやってないです。まあちょっと申し訳なくは感じるけどね。せっかく推しがね頑張ってるのに。ジョーカーちょうだい。あいいね。ジョーカーがそっちにあるってことかな。はい。ああどうしよう。するけど多分、おおはい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 、
止めに来たね。止めに来たね。返されるか大丈夫だと思うんだけどな。さっき階段あんだけ出したし。おしゃしゃ。オッケー。だけど富豪さんはだいぶ頭のいい人だったね。なんかこれをあのここは出し通しちゃいけないみたいなのがちゃんと見えてたね。よかったよかった。まあこれに関してはちょっと巡り合わせが良かったっていうのが一番大きいかな。おお、ここで2ダブ。はいはいはい。おお、ああ結局か。うん、だけどあのあれだな、最後の連打というか秒であのパスはなんかボット感もあるけど、まあどっちかっていうと無理ですってなったのかな。よっしゃ、宝箱。やった、開いたよ。はい、オッケーオッケー。よし、じゃあまあこの辺で終わりにしましょうかね。うん、しばらくこの絵柄でいくのかな。なんかそのバックのなんか緑バックにバラってのはどうなんだろうっていう気はするけど。じゃあ終わりにします。以上、パチオでした。バイバイ。